こんばんは。こんばんは。こんばんは。本日は打ち上げ祭、打ち上げ祭り、どっちだありがとうございました。わ、なんかかぐや姫が来たナルドさん、ありがとうございます。どうしよう、うさぎやけん、うさぎ、ナルドさん、かぐや姫タワーありがとうございます。え、これかぐや姫で合ってるよね。なんでかぐや姫なんだろう。かぐや姫って夏じゃないの？夏じゃないか、こんな厚着しとるけ。ありがとうございます。ナルドさん見てる、ありがとう。お月見だから。え、お月見ってかぐや姫だっけ。え、かぐや姫って竹から出てきた姫ですよね。あ、あれ月に帰る系かな。見てるありがとう。これがピュって出てる、ピンで刺したいけどピンはあっちにあるあ、入った。うん、さてはこれもタワーだ。釣り剣さん、これはお宝物宝物タワー、釣り剣さん宝物タワーありがとうございます。ガッポガッポーンイエーイポーズがむずい、はい、ありがとうございます。釣り剣さん、浴衣ちょうちゃん信じられないくらい可愛かったです。嬉しい。そう、今日は浴衣だったんですけど、その毎回ね、浴衣、希望の浴衣を選ぶんですよ。で、今回なんかサラピのお気に入りの浴衣があるらしくって、サラピが 2,3 回着てる可愛いやつがあるんですけど、それをそう、サラピと一緒に選んでて、これ可愛いよって教えてくれて、これじゃあこれ第一希望にしようって言ったら、それゲットできたんですよめっちゃ可愛いけんね、嬉しかった。青系のやつで、で髪型もね、この前のクックパッドの時にやった髪型、こう編み込んどって、ここにちょっと横にお団子みたいな、なんかザ王道な浴衣とザ王道な髪型って感じな気がします。そう、髪飾りはね、みなみがね貸してくれたの。なんか髪飾りはだいたいお花、いろんな色のお花をバーって事務所側が用意してくれてるんだけど、みなみがなんか今日当日までどの浴衣に決まっとるんかメンバーもわからんくって、じゃけんみなみがいろんな色の持っとる浴衣の髪飾り持ってきとって、でちょうど隣でねヘアメイクだったんですよ。でちーちゃん使うって言ってくれて、なあ髪ってなりましたそう、すごかった。なんか青と白の花となんかジャラジャラみたいな縦長の糸説明が下手なんですけど、それをね貸してくれたんですよ。みーちゃんさすが、そう、南ファンも嬉しかった。ここ数年
着た浴衣とか髪型とか全部合わせて一番王道な日だった気がします。今日はそうめっちゃ楽しかった。配信なかったけんね、どんな感じだったんって方がいらっしゃると思うんですけど、なんか最初に 3,4 人ずつぐらいで出て、みんなにスマホで写真撮ってもらって、でその後ファンの方からいただいた質問を3つ4つお答えして、でカラオケ大会みたいなのして、でビンゴ大会して、お見送りや。そう楽しかったです。カラオケはねチームイでチームイヨシやりました。石田、岩田、今村。なんか初期は1期生にもっとイのメンバーがいたんですよ。そう一岡とか磯がいいとかいて、イが本当に多かったので、みんなでいつかユニット曲もらいたいねとか、なんかツアーとかの時にユニットしたいねって話しとったけど、結局今までずっとできてなくって、そんでどんどん人数も減っていっちゃってて、だから本当に満を持してのチームイでカラオケでした。そうチームイ、なかなかね個性豊かないいメンバーが揃ってると思うんですよ我ながら。だからチームイなんかしたいよ。そうあとはそうまいちゃんと愛が止まらないを披露しました。これはねアイドルズの舞台の時にまいちゃんとキラちゃんがユニットでやっとった曲で、私はなっぴちゃんとやっとったんやけど、そうキラちゃんの方のポジションをやりました。ジャスコからがた止まらないのあなたに。あとはマリーゴールドをまひちゃんとみちゅとあおいちゃんとまいはと歌いました。麦わらの帽子の木が揺れた。あとは奇跡とビンゴを全員で歌いましたね。楽しかった。新鮮でした。なんかブルーライブって公演とかっていうイメージが強いし、あの会場に行ったら公演の気持ちになるんですけど、そうなんかああいうイベント、緩めな楽しいイベントをするのがね新鮮だった。そうその後にビンゴ大会をするって決まっとったけん、ビンゴを最後に歌いましたみんなで。みちゅ考案。楽しかった。浴衣もね本当に嬉しかった。今年さ本当に全然着れなかった。2回しか着てないですね。結構歴代でも一番少ないぐらい浴衣着てないんじゃないかな。コロナ禍の時ってあんま切れてなかったっけな、ちょっと曖昧。夜勤嬉しかったです。ビンゴ景品の浮き輪ありがとう。あこちらこそ、さっきツイッター見てたら
その浮き輪を新幹線で凹まさず持って帰ったみたいな見ましたありがとうございます。なんかビンゴで当たったファンの方はグッズとかなんかいろいろあったんですよ。でメンバーは天城府3000円分があって、そうめっちゃねガチでね祈りながらやってたんですけどならなかった。でも結構開いたんですよ本当に、5、6個開いたけどリーチにもならんかったね。悔しい。そう昨日ね夜遅く帰ってきて配信できなかったけん昨日のことも話そう。昨日はね大阪ツアーありがとうございました。そうね昨日はいろいろ盛りだくさんで練り歩きがもう嬉しすぎる。めっちゃコロナ禍前ぶりの練り歩きをしました。私練り歩き本当に好きだと思いました。改めてめっちゃ楽しい練り歩き、ほんまに時間足りん練り歩きって毎回思う。そう二期生にとって初の練り歩きだから久々なのが分かる。本当にびっくりしました。二期生練り歩きしたことないんかと思って、そうびっくりした。そう新曲披露もしました。かっこいい系のダンスと曲で君は何を後悔するのか、ダンスガチかっこよかったよほんまにありがとう。なんかね聞いてくださいよ、いつも息をする心で本編が終了するんですよ。で息をする心が終わった後に私がありがとうございましたって言ってみんなでお礼して吐けるんですね。あこれ後悔したエピソード話します今からでも昨日は息をする心の後に新曲の披露があったけん何も言わずパッて吐けんといけんかったんよ。でも私はうっかりしとって本日はって言っちゃって、でもうやべえ言っちゃったと思ってバッて吐けたんですね。もうあれは本当にすいませんでした。もう本当にすいませんでした。もうさ本当にマジで後悔してるし、もうユミリンとかも最悪って言っててもうマジごめんみたいな、もう悔しすぎた、申し訳ないし気まずすぎてやけんもうさ新曲披露もう全然心ここにあらずみたいな感じで披露しちゃった反省&後悔申し訳。もう怖すぎた超絶反省して次からは失敗しないようにします。そんな大打撃だったんや。そう本当にもうなんか当分放心状態というか落ち込んじゃって、でも夢力で復活最後の練り歩きで、うんタワーじゃタワーじゃ
東京のスワンさん、かぐや姫タワーありがとうございます。ぴょんぴょん、東京のスワンさんありがとう。かぐや姫ありがとうございます。そうだったの、そうなのよ。メールから練り歩きできた嬉しさ伝わってきたもんよ。もう私の昨日の一番のトピックというか一番のポイントは練り歩きですね、本当に。もうガチで好きなのね、練り歩きはみんなハッピーにね。でもさ、もう時間が決まったに、もうこの歌詞までに、この歌詞が流れたら戻るみたいな。じゃけんさ、すごいゆっくりみんなのところをもう一人一人見て回りたいのに時間が足りなく、うん、時間が足りないんですよ本当に。だからもう何曲もしたい、何曲もしたいし、なんか私の中で練り歩きって撮影 OK タイムのことが多かったイメージがあって、じゃけん撮影 OK の練り歩きもしたいし、最初1階におらんけんずっと探してた。そう、最初はね1期生がみんな2階にいたんですよ。そう、何曲かある時あったよね。ありました。ソロコンの時は3曲ぐらい練り歩きしました。そう、3階2階1階みたいな感じで。あ、それはソロなのもあるか。そうだね、懐かしい、前は3都市でもねやってた。うわー楽しみ、これからシングルね発売ってなって、チェキ会、私チェキ会のさ告知なんていうの、来てねーっていうの載せようってずっと思ったのにずっと忘れとる、バカ。ちょっと配信終わってからストーリーに載せます。いつもねシングルが発売されるときにチェキ会、チェキをいっぱい撮って、それに配信でサインとかして載せ、皆さんにお届けするって、宛名とサイン書いてお届けするっていうのがあるんですけど、そう、皆さん絶対ゲットしてください。ゲットしていろんなところに連れて行ってください、お願いします。料理と一緒に撮ります。料理と一緒に撮ってください。料理でも綺麗な景色でも何でも、うん、君は何を、あ、もうこの曲のさ裏話も話せるね。裏話というか振り付けとかについて話せますね。でもなんだろう、なんだろう、読み取ってください。
すぐ諦める。なんでしょう。確かにね、腕が結構豊かな動き。なんでしょうね。でも本当に好きです。めちゃくちゃこのダンス、ダンスマジで好きです。私のタイプなダンス。振り付け簡単でした？難しかった？動き自体はなんか複雑だけど覚えやすい、すぐ覚えれるというか。そう、でもみんながみんなめっちゃ苦戦したのは2番終わってみんなで1列でこう下がった後にバイバイしながら前に歩いて早めのダンスがあるんですよ。チャ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 っていうポン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 みたいなところがあるんだけど、あそこはめっちゃ覚えれんくて、そう、だいたいレッスン中フリーレ中にどこかしらからかなんかちっちゃい悲鳴が聞こえました。間違えたっていう。そう、私もあそこはねなかなか覚えれんかった。プッシュなんちゃら、プッシュなんちゃら、チャチャチャ。ほんまじゃね、ちょうど1ヶ月後に発売だ。そう、このダンス好きですね。早く MV も見たいね。私も見たい。私も見たい。ねえ、リコチとソラハちゃん入れたい。もうさ、リコチがさツボすぎて本当に、本当に面白いです。リコチは本当に面白い。なんか今日その打ち上げ祭が終わった後に会場でなんかご飯とか用意してくださってミニ打ち上げみたいなのがあったんですよ。ご飯食べるみたいな。そう、コロナ禍前によくやってて、コロナ禍なんてずっとそういうのなかったんですけど、ツアー終わった後とか久々にそういうのあって、で今日はそのステージでカラオケ大会とかやったからカラオケができたんですね、ステージで。でみんな割とそれぞれのテーブルでご飯食べてて、でそしたら急にリコチが、リコチとアイコジがあのアナ雪の教えてよ何が好きかみたいな歌あるやん、あれを歌い始めて、もう最高だった。もうリコチもめっちゃノリノリやし、アイコジもめっちゃ低い男性みたいな声で歌っててめっちゃうまいんですよ、しかも二人とも。でマジで面白くって、もうそっからリコチが、リコチとソロハちゃんとかでなんか結構何曲か歌ってて、もう本当に面白かった。あとそのさ、今日は1期ドラさんと2期で別々だったんですけど、打ち上げ祭がその2期の方でシミサラがすごい一人でヘドバンしながらなんか歌ってたらしいんですよ。ちょっと曲名忘れちゃったんですけど。でそれをその
打ち上げの時にもうや歌ってくれて、もうめちゃくちゃ面白くって面白いし上手いし、高い声からめっちゃ低い声まで出してるんですね。もうマジで最高で、そう面白かった。そうね、芸達者多い、2期生に多いですそう、私2期生のカラオケ見たかったってめっちゃ思いました本当に面白い、うん、で私はもう本当にリコチにソロコンサートかソロ公演かわかんないけど、なんかそういうのをしてほしいと思いました。もう一人で自由にステージに立っていてくれるだけでずっと見れる、本当に面白い、絶対に見に行く本当に面白い、芸達者すぎる。リコチはもうルールに縛られてちゃダメもう自由に何でもやってほしい本当に面白いリコチ。もう自由に何でもやってほしいし、それを笑いながら許す会社であってほしい ね、マジでエネルギーの塊、めっちゃ元気になるもん。今日ね、めっちゃ嬉しいことがあったんですよ。嬉しいことというか、なんか何、こういう公演とかじゃない、こういうイベントとか、あとはリクアワーとかちょっと大きいコンサートの時って台本を書いてくださる、あの方、なんて言うんだったっけ、が来てくださるんですね。なんか放送作家さんみたいな感じの、そう台本書いてくださる方が来てくださるんですけど、で今日の打ち上げ祭の台本を書い、あ、構成作家さんです構成作家さんですが来てくださるんですよ。で今日の打ち上げ祭も構成作家さんが来てくださってて、で何回かお会いしたことあるとか、なんかアイドルのフェスとかでの構成作家さんもしていらっしゃる方で、であのそういろんな対バンとか、そうあのあれよ、っていう、ちょっと待って、思い出せなかった言いたかった単語を来てくださってたんですけど、もうその人が高猫さんとの対バンも構成作家さんとして来てくださってたりしてて、でも本当にスーパーアイドルだねって褒めてくださって、もうめっちゃ嬉しかったんですよ。それがダンスも前で踊ってても後ろで踊っててもすごいし、歌もできるし喋りもできて本当にすごいねって、なんか高猫さんとの時もみんな言ってたよってね、言ってくださって、もう私はもう涙が出るかもってぐらい超嬉しかったんですよ。マジで嬉しかった。
本当に嬉しかったです。そう、ファンの方に褒められるのももちろんめちゃくちゃ嬉しいんですけど、ファンの方じゃない、なんていうの、客観的に見てくださってる方にそう言われたのが本当に嬉しかったです。これからも頑張るぞって気持ちにめっちゃなれました。そうね、どなにも皆様ありがとうございました。見てたよツイート、めっちゃみんなしてくれてて、何回ね、あれよあれよ、トレンドもなってて本当に嬉しかったです。本当にありがとうございます。めっちゃ楽しかったです。なんかめっちゃ毎回緊張するけど、でも少しずつ、ほんのちょっとずつ緊張もほんのちょっとずつ溶けて、そう、とっても楽しかったし、めっちゃ笑いました。ロケの VTR が本当に面白かったくないですか？そう、私なんか全体の雰囲気が優しい感じ、優しくてほわっとしてて、なんかシャキシャキテキパキしていない感じがすごく居心地がよくって、もう最高の土曜の朝って感じそう、のんびり見るのに最高って感じ。見て、今日さ浴衣じゃけんさ、イヤリングつけとった。本当はさ揺れるイヤリング持っていこうと思ってたんですけど、家出るマジ一回家出た後に、あ、イヤリングと思って取りに帰って、そう焦っとったけん、一番近くにあったやつ持ってきたけん、ちっちゃいんやけど、でもこれお気に入りなんですよ。私イヤリングとかもうそういうネックレスとかアクセサリーって大体スリーコインズとかめっちゃお安いところでしかだいたい買わないんですけど、これは多分2000円ぐらいしました。私の中ではお高めアクセサリー。しかもこれは金色なんですけど銀色も持ってるお気に入りすぎて。これねすごいの、イヤリングだけど全然痛くなくって、しかもピアスに見えません？なんか大人っぽい感じがして好きなんですよね。そう、でも全然使ってなかったんですけど、最近ちょっとイヤリングつける機会ってないんですよねだから久々につけれてよかった。もっとつけていこう、使わなきゃね。福耳のちょうちゃんぴったりだね。そう、
私まあまあ福耳なんですけど、最近ねお父さんに会ったんですよ。てか家族に会って、でよく見たらもうお父さんの耳が本当になんかこんなに長福耳な人見たことないってぐらいめっちゃ長くって、ラーメンマンそうラーメンマンが本当に耳長くってびっくりして、えなんか伸びたと思ってなんかもともと福耳だなと思ってたんですけど、この前会った時になんかめっちゃ耳長くて、耳長いというかここのこの部分が本当に長くって、えマジで持ってないっけマジ今度写真撮ってきたい、許可が出たらお父さんのもう耳だけ写真撮ってみんなに共有したいぐらい長かったんですよ。そう実家でご飯食べながら思った、そういえば。そうじゃけんこれはお父さん譲りかもしれない。遺伝ってすごいですよね、本当にいろんなところに遺伝しますよね。でもなんか運動神経とかは遺伝とかもあるけど、何歳までにいっぱい活発に動いとったらあの運動神経良くなるみたいな聞いたことあります。遺伝もあるけど、そのちっちゃい時にいっぱい運動してたら伸びるよ、伸びる、運動神経が良くなるよ。つまり地方のは活発に動いてなかったといやでも聞いてください、私は結構活発に動いてたと思いますだってもう小さい頃から水泳習ってたしダンスも習ってたし、そう結構虫捕りとかめっちゃ行ってたし、え本当にお兄ちゃんについてって山というかまあ自然の中を走り回ってたし、なんかなんでって感じでも球技は全然触れてなかったかも、球技はしてこなかったので球技は納得なんですけど、それ以外の走りとかはね走っとったのにって感じなんで、我ながら本当にちっちゃい頃は活発な方だったと思うんですけどね、実らなかった。球技は本当にセンスな感じするえ何センスないってことまあないね、絶対絶対にないね。球技だけは活躍したことないもん人生で。サインボールも投げるの下手か。そうサインボールもなんかどの会場もこの人って決めず自分の立ち位置からまっすぐに一番遠くまで投げようっていう意識で投げてたんですよ。でも大体割と近い大体近い人が撮ってたからなんかそうかって思ってました、私の腕力は悔しい。
嬉しい。名古屋2日目結構後方にいたけど地方布飛んできた。名古屋と相性がいいのかも。あ、でもあれやば、名古屋であれや、最善の人の顔に直撃させてしまったわ。そういえば相性良くないわ。そうだった、やば。そうだった。だってその人のさツイートを見つけたんですよ、エゴサしてたら。結構痛かったみたいな書いてあって、マジごめんって思った。昨日2回まで投げてたんだね。あれはココアですね。なんか昼夜2回席に投げれたらしいよ。マジすごいよね。本当にすごい。なんか福ちゃんが曲中の煽りでココア2階席までお願いみたいに言ってたんですよ。でまあなんかココアってボール投げすごいイメージあるけど、さすがに2階席だってあんなに遠いのに無理やろって思ってたんですよ。でもしっかり投げとってマジすごい。本当にすごいと思いました。最近ココアとよく話します。話すというかなんか気づいたら隣にいる。多分お互いそう思ってる。楽屋とか仕事で少人数の時とか、そう、よく話してる。だから食べ物のことをバラされるんですね。そうなんですよ。なんかさ、私がおらん気がゆる間の MC でいっぱいご飯の話をしてたっぽくて、でも私本当に詳しくは全然わかんないんですよ。ただただあのケータリングのに関する私の話をしてたっていうのはなんとなく聞こえてたんですけど、それ以外はよく聞けてなくってバタバタしてて。あ、そうそうなんですよ。みんなの飲み物飲んじゃうんです。でもそれは本当に分かりづらくって、ドリンクなんかステージドリンクペットボトルで用意してくださってて、とストローが刺さってて、で私は毎回水を飲むんですけど、もうみんな同じクーラーボックスにもう何十人分のが入ってるけどマジで分からんくて、でもちゃんと10秒ぐらい探すんですよ。で探して探して探してないわと思って、もういいやって言って飲むんですけど、その現場は偶然ね、舞ちゃんにね3、4回ぐらい見られて。個人的に潔癖なので普通にびっくりしました。え、そうですよね。しかもさ、絶対メンバーの中にもさ、ふざけんなって思ったメンバー多分いるよね。潔癖なのにみたいな、絶対いるよね。本当にごめんなさい。キャップに地方とか書いてないんですか？書いてる書いてる書いてるんだけど、みんな書いてるからもう見つからないの。そう、本当に見つからないの。
でさ、昨日さ、石田地方でいろいろツイート見てて、なんか意外と石田千穂ちゃんがやばい人なのを知ったみたいな書いてる人がいて勘弁してよと思いましたそう、ちょっと大型ですね。亀子さんの写真もめっちゃ保存してます。本当にありがとうございます。かみこさんの写真めっちゃリツイートしてますありがとうございますどんな時自分が大型って思うの？なんか今日もその夜ご飯用意してくださってるのを撮るときに大きいティラミスがあって、コストコの、それを紙コップにこう入れてたんですね。なんかこいっぱいお皿とかあったんだけど、紙コップ選んでこうやってたら、そしたらスタッフさんから「地方って何型？」って聞かれて「ん？大型です」って言ったら「ぽいね」って言われました何がぽかったのか分かんないけど、大型っぽいらしい。でもそんないっぱい食べたかったわけじゃないけん、紙コップでちょうどよかったんです。そう、ティラミスって美味しいなって思いました。久々に食べた。なんかティラミスってさ、甘すぎないデザートじゃないですか。もう本当に無限に食べれるよこれって思いましたね、それにまた飲み物入れるん？入れないですよ私なんか全然全く綺麗好きとかではないんですけど、ちょっとだけ潔癖というか、もう潔癖じゃないですね、人の飲み物飲むからと、なんかちょっとしたこだわりがあって、あの歯磨きとかした後に家の洗面所の水だったらこうやってペッてできるんですけど、お仕事現場の水道水ではうがいができなくて、いつもペットボトルのお水でうがいしてます。これ癖のある潔癖だそう、なんかね、なんでかわかんないんですけど、自分のなんでしょうね、許せないポイントあ、でもわかるって人結構いる。そうだよね、なんかわかんないけどわかるよね。そう、遠征中もホテルのコップは絶対に使えないです。そう、今まで使ったことないです、多分
テルのポットは使えますだから何なんだろうね、潔癖とかじゃないんだけど、なんかマイルールというか、うん、君は何を後悔するのか、今来た道何度も振り向いて、思い悩みしたくない、なぜ今でも引っかかる、あの簡単あれでよかったのか、誰もみんな人生後悔だらけ、後悔ありますか？あるよ新曲グサグサ刺さって泣きそうになった。いや、私もあの MV 前の MV ってさ、なんか A メロ B メロとかは振り入れしないんですよ、その時は。もう直近だから、サビとか2サビとかイントロアウトロぐらいしかしないんですけど、もうその時になんかその今回クリエイトボーイさんが振り付け考えてくださったんですけど、すごい感情込めてとか歌ってとか言ってくださってて、いろいろ指導してくださって、でなんかもう本当に泣きそうになって、踊りながら歌詞が刺さるから本当にだってさ、後悔がない人なんていないじゃないですか、もう何十年も生きてて。そう、小さかれ大きかれ、刺さりますよね。待って、確かに後悔なんてあるわけないとの後悔対決やな。え、確かにナナさんのさ、後悔なんかあるわけないの、なんかアンサーソングみたいじゃない？分からんけど、後悔つながり、え、そう思いました。え、すごい、え、知らなかったの、え、知らなかった、え、これ多分メンバー誰も知らないんじゃないってぐらい一個も話題に上がってないけど、言われてみればめっちゃそうじゃん。え、すごい深い深い、本当だ。これ次メンバーに会うときにみんなに言おう なんかアンサーソングっぽくないって自分が気づいたみたいに言おうマジか。確かに大体みんな知ってるよって言われそう。でもひなちゃんだけは「えー、すごい！」って言ってくれそう。そう、今日ソロ派がステージで打ち上げ祭終わった後の打ち上げで「プリキュア」の歌を歌ってたんですね。
でも私の視線の先にひなちゃんがいたんですけど、ひなちゃんがノリノリで聞いててかわいいってなりました。サラピとサラピと私が一緒にいたら大体ひなちゃんは可愛いっていう話をするうん、ランキングを読みます。ありがとう、時間教えてくれて。20位ポルダーアグリさん、19位タカボンさん、18位ヌルディンさん、17位ポッチンさん、16位ノリフミさん、15位トトミチさん、14位フークロさん、13位ミックさん、12位キョンシーさん、11位モヤ太郎さん、10位新潟のひろきさん、9位ユリアピースさん、8位ガンスくんさん、7位グリオティーヌさん、ラッキーセブン、6位ケイセキさん、5位電化界さん、4位陽一さん、3位釣りけんさん、スイスイ、お宝タワーもありがとうございました。2位東京のスワンさん、ツーツー、かぐや姫タワーもありがとう。そしてそして第1位はプルルヒュン、ナルドさん、イエーイ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 、ありがとうございます。会社のキャミです、イエーイ、ありがとう。このかぐや姫タワーもありがとうございます。ぴょんぴょこー、ありがとう。改めましてツアー打ち上げ祭も無事終わって、本当に終わった感じですね本当に楽しかった。2023年の夏は最高でしたね。超盛りだくさんだったけど、気づいたら夏終わってた。だって今日帰る時さ、寒くてびっくりした。行きは普通に暑かったんだけど、なんか今日からねちょっと涼しくなるらしい。夜だけか分かんないけど。なので皆さん、季節の変わり目お気をつけください。スクショタイム、ありがとうございました。秋もよろしくお願いします。あ、メールもぜひ、月始めやけんね、お願いします。ヤンマカも皆さんありがとうございました。本当にいっぱい見てくださってありがとうございます。